高瀬くん、はい、うん、これはやっぱりそういう風に高本とか小坂あたりは本当に好きなんだなっていうのが分かって、でなんかバラエティ的に富田とか佐々木久美とかは好きなんだなって思うんですよ、うん、でなんでどういうとこで思うのよ。でもさっきとかもなんかマナフィーで覚えてるって言ってくださって、そうでしょ、でマナフィーって呼んでくださいって言った時はうんちょっとなみたいな感じだったんですけど、小魚はいいねって言ってそんな差ないよ、喋ってる差は、うん、いやでもおたけのことは本当に好きなのかなって泣いてるから悩んでます悩んでる、もう悩みになっちゃってる見えますね、うん、なんかおたけのことを女として見てる気がするそれは良くなるぞ。そうなの、なんか男の目をしてますよ、うん、してる男の目してる男の目ってどういう目よ恋の目みたいな目がなんかハートになってるみたいなってこと？なるほどね。うん。いや、私は全然感じないんですけど、うん、普通におたけって言われるの嬉しいなって思ってました。あーそうでしょ、だからそれはだって他にもみんなおかしいですよ、絶対みんながおかしいんだよ二人だけですよ、そう思ってるのバレてる、傷ついてないで本人たちだけで違うんだよな、バレてるって周り、これは恥ずかしいですよお、小魚じゃん、まあ、小魚ね、うんありがとうな、読んでくれてな嬉しいよ、ありがとういや本当まさか読んでくれてるなんて思わなかったからさ、私本当に本を読むのがすごい好きなので、あ言ってたね、でも絶対に読もうって決めて読んだら、うん、もう書き方自体が本当に私すごい好き で、うん、ですごい性格も似てるなとか、うん、いろいろ人生について考えさせられたなっていうのをずっと伝えたくて、うん、いやいろんな人にね感想もらったけどね一番嬉しい、ちょっといいですか、はい、あの私も伝えたいことあります、あの斜めの夕暮れ買いました買いました、うん、感想読んだ感想は買いました、よく入ってこれたなもうセンターでやばい、どうしよう、若林さんなんかすっごい嬉しそうじゃないですか。いやそれは違いだよ、クイズで1位が真ん中っていう決まりだったから、男の目をしていく問題になっちゃうから男の目をしているわ